ジョニー・ハーバートは、イギリス生まれのモットレーシングドライバー。1991年、ルマン24時間レースの優勝者。2009年まで、スピードカーシリーズに参戦していた。1987年に、エディ・ジョーダンレーシングからイギリス F3 に参戦し、シリーズチャンピオンを獲得。この年9月には、F1 ベネトンチームのマネージャーであった、ピーター・コリンズからオファーを受け、 初めて F1 マシンをドライブ、当時ベネトンのレギュラードライバーだったティエリー・ブーツェンのタイムを上回り注目される。1988年、エジェルと共に国際 F3000 へステップアップし、開幕戦でデビューウィーンを飾るなど速さを見せ、中盤には翌年からの F1 ベネトンとの契約を結んだ。しかしその直後、 ブランズハッチでのレース中にグレガー・フォイテクの運転を原因とする多重事故に巻き込まれた。ハーバートのマシンは左側の壁にフロントから突っ込み、この衝撃でモノコックのフットボックス部分が破壊されてしまい、そのまま今度は右側のガードレールに両足が剥き出しの状態のまま衝突してしまった。この事故でハーバートは足を複雑骨折し、一時は 右足の切断も検討されたほどだった。この骨折の影響で、以後、ハーバートの右足首は曲がらなくなり、アクセルワークは、膝の屈伸で行うようになった。1989年には、感知しない足のままベネトンで、F1 参戦。パドック内を移動するのに松葉杖や折りたたみ、式自転車を使わなければならなかったのにもかかわらず、ジムクラークの再来と表現され、 新人らしからぬ傲慢な言動も相まって注目を浴びていた。デビュー戦、開幕戦ブラジル GP では予選10位から2位争いを繰り広げた末4位でフィニッシュ。注目に劣らない結果を残したが、その後は足の経過も思わしくなく成績が下降予選、決勝ともに会に渦漏れていった。またチーム内の政治的構想に巻き込まれ、 サバイバルレースとなった第5戦アメリカ GP で5位に入ったものの予選落ちを喫した第6戦カナダ GP を最後にチームを解雇されエマニュエルピロにシートを譲る結果となったこれ以後しばらく F1 のレギュラーシートは得られなかったが1989年後半にはティレルからジャン・アレジの代役として2レースを1990年にも マーティン・ドネリーの代役として終盤2戦にロータスから参戦。また1991年はロータスのレギュラードライバーという立場ではあったものの同時に参戦していた全日本 F3000 選手権などを優先した結果、計8レースの参戦に止まっている。1991年のルマン24時間レースの際に登場した。 レナウンチャージカラーのマツダ787バイト1990年、ハーバートは本格的に日本にレース活動の場を求めることになる。全日本 F3000 選手権への出場のほか、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権に参戦しながら、上記のようにティレルやロータスで F1 にスポット参戦した。また、 1991年のルマン24時間レースに、フォルカー・バイドラー、ベルトランガ賞と共に、松田から参戦、同時に参加した3台のうち、1台だけ、レナウンチャージカラーのカラーリングが施された、日本製の787バイト55号車を借り、ルマン史上初のロータリーエンジン車による優勝を、アンカードライバーとして勝ち取ったものの、脱水症状がひどく表彰台には立てなかった。 しかし、優勝して20周年となる2011年に、ルマン主催者側の計らいにより行われた787バイトの、レース開始前のデモ走行で久々に787バイトを、ドライブ、さらにサプライズで、優勝時に立てなかった時の分として一位表彰台に、立つことができた。なお、この時登場した、レナウンチャージカラーの787バイトは、ツダミュージアムに、 胴体保存されている。この頃には F1 デビュー当時の生意気な部分は影を潜め、明るいキャラクターとファンサービスを大事にするドライバーとして認知され始める。ロータスのレギュラードライバーとして F1 に本格復帰。この時ロータスチームを指揮していたのは、かつてベネトンで F1 への道を作ってくれたコリンズであった。第5 0 0 3マリの GP から、 ハーバートのみにニューマシンロータス107が先に与えられ、待遇面でもチームメイトの未果発起年より良くしてもらい、会に沈んでいたことの多い晩年のロータスにおいて、この年のマシン107は比較的高性能であり、速さを見せた。ハーバートは再び注目を浴び、予選成績で9勝7敗と発起年を上回ったが、トラブルがハーバートに偏った結果、ポイントでは、ハーバートに 八期年十一と、差がついてしまった。第二戦ブラジル GP で、ベネトンのミハエル・シューマッハと3位争いを繰り広げ、結果4位、第三戦ヨーロッパ GP でも4位に入るなど、前半戦には速さを見せていたが、資金難により、終盤から成績が加工し始める。ロータス時代のハーバート・ロータスチームは無限、ホンダエンジンを獲得するも、 資金難によりマシン開発が進まずに低迷。新スペックの投入が第12戦イタリア GP と大幅に遅れた。そのイタリア GP では予選4位に入るもスタート直後の多重事故に巻き込まれグリッドを不意にしている。また、その途中にはマクラーレンから来たオファーをコリンズが断ったこと。 マシン開発が進まないことをめぐり、長年の恩人だったコリンズとの関係も急激に悪化していった。第14戦ヨーロッパ GP 直前、フラビオ・ブリアトーレ率いるリゼと契約を交わす。実質見売り同然だったが、ロータスとの長期契約により縛られていて、実現しなかった遺跡の夢がようやく実現した。レギュラーのオリビエ・パニスを予選、 決勝ともに上回ると、リジェからの参戦は1レースのみとなり、今度は同じくブリア・トーレの率いていたベネトンへと転売され、コンストラクターズタイトルがかかっていたベネトンに経験を買われ、ミハエル・シューマッハと組むこととなった。ここでも日本 GP では予選5位、オーストラリア GP でも予選7位となる。結果はともにリタイアだったが、シューマッハスペシャルのマシンを、 難なく乗りこなし実力を見せつけた。1995年ベネトンルノー時代のハーバート、この年シーズン2勝を挙げるも、ミハエル・シューマッハのチームメイトとして厳しいシーズンを送る。そのままフルス・ベネトンでドライブし、第4戦スペイン GP で2位に入り初表彰台。また、第8戦イギリス GP では、トップ争いをしていたシューマッハとデーモンヒルの接触もあり、 初優勝を遂げた。同じく両者が接触した第12戦、イタリア GP でも優勝を飾ったが、シューマッハ完全優先主義のチーム体制に不満を爆発させ、チーム批判を展開、同年限りでチームを去った。メルセデス・ベンツがオスマーク・ブランデルとのシート争奪戦に勝ちザウバーに在籍、感想7台の第6戦モナコ GP で3位表彰台を記録したが、 この年の入賞は、この一度のみだった。ちなみにエンジンを供給していたフォードは、ハーバートの契約をチームに推進していたという。前年までのチームメイトハインツ・ハラルド・フレンツェンが移籍。エンジンは、カスタマー仕様のフェラーリ V10。信頼性のあるマシンを得て、ナンバーワンドライバーとなったハーバートは6度の、入賞という成績を残し、うち、 第11戦ハンガリー GP で3位で表彰台に上っている。前年の活躍が認められ残留。開幕戦ブラジル GP では6位入賞。しかし、ペーター・ザウバーは元フェラーリのドライバーであるジャン・アレジをナンバーワン待遇にした。ハーバートはイギリス GP 決勝やオーストリア GP 予選でチームオーダーを出され、アレジに順位を譲らされる立場になっていた。 結局開幕戦での6位以降は一度も入賞できず、チームは残留を進めるがモチベーションが低下したハーバートは移籍を決意。この年をもってザウバーを離脱した。スチュワート時代のハーバート数々のオファーがあったというが、ハーバートはスチュワートをドライブ。予選、決勝ともにマシントラブルも多く、かつ若きチームメイトのルーベンスバリチェロに後陣を排していたが、 チームメイトやチームとの関係も良好で持ち前の明るさは失わず戦い続けた。第14戦ヨーロッパ GP では予選で初めてバリチェロに勝利。決勝では上位人層崩れという大荒れの展開の中、しぶとく生き残り自身3度目、スチュアートにとっては唯一となる勝利を挙げた。その後はバリチェロを上回る走りを見せ翌年の残留を決めた。 ジャガーに改名した同チームから参戦したが、この年は、マシントラブルを抱えさえない走りに終始、結局ノーポイントに終わった。シーズン終盤、同年限りでの F1 引退を表明したが、引退レースとなった、最終戦マレーシア GP では、トラブルからクラッシュを起こし骨折、病院へ搬送される事態となった。このことに対し、本人は、 僕の F1 キャリアは骨折で始まり、骨折で終わったことになると冗談めかし語った。チームメイトは、エディアーバイン。アウディアール8をドライブするハーバート F1 引退後は、アメリカンルマンシリーズを中心に活躍している。また、2003年には、マーク・ブランデル、デビッド・ブラバムとベントレイからルマン24時間レースに参戦して、ファステストラップを記録した。 2005年8月ジョーダングランプリで SRM に就任するが、本人は現役を引退していないとのコメント。2006年も引き続き、ジョーダンを買収した MF1 レーシングで SRM に就任したが、同チームが買収され、スパイカー F1 となったことに伴いチームを離脱。2008年には元 F1 ドライバーらで競われる。 スピードカーシリーズに参戦し、初代シリーズチャンピオンとなった。2010年以降は F1 にレーススチュワードとして関わっている。2012年マレーシア GP では国際映像にも映し出された。現在はマーティングランドルやデーモンヒルと共にスカイスポーツの F1 解説者を担当している。ベネトン時代のイコンからかミハエルシューマイハに対しては、 人格的な面を含めて辛辣な発言をすることが多い。自身の引退パーティーには当時の現役ドライバーでシューマッハのみを招待しなかった。かつてシューマッハはチームロータス時代のハーバートに対しては彼はいい友人だと明言していた。ハーバートは引退直後に雑誌のベストドライバーを選ぶ企画で一緒にレースしたことあるドライバーならわかっているからといい。 特に順位をつけずに、アイルトン・セナ、アラン・プロスト、ミカ・ハッキネン、ナイジェル・マンセル、シューマッハの5人を挙げた。ハーバートは、セナ、プロスト、ハッキネン、マンセルは、人間的にも、ドライバーとしても、一定の評価をしているが、シューマッハは選んだにもかかわらず次のような痛烈な、批判をしている。イギリスフォーミュラ3選手権国際 F3000 選手権。 F1 世界選手権全日本 F3000 選手権、アメリカンルマンシリーズルマンシリーズ FIA、GT 選手権、ルマン24時間レースセブリング12時間レース。ありがとうございます。